ハブの港見原次第より、ハブ港を望む秋港平力文化十四年四月二十二日は、江戸時代末期に、東京都大島町のハブ港を掘削して開港した商人である。数作日課順軍秋元村に生まれ、十歳の時に、四宿村の秋、広いの養子になり、二十二歳の時に金霊を、破り村を出て、江戸大伝馬町の旅兵店、昭次郎のところで、木材や、 滝木休みの取引に従事したという。そして、天明元年昭二郎と伊豆諸島の無人島探査願いを幕府に申請し、伊豆諸島を回ることができたと伝わる。そして、完成2年幕府の遺憾、田村元長の薬草調査のための案内人として、伊豆大島に来島する。完成8年、羽生港は浅く、満潮の時しか船の航行ができず不便を強いられた、ため、 港の開作を幕府に兼議し、完成10年5月に工事の見積もりを積算の代官に願書を出した。彼の強い意志と協力者たちの熱意により幕府は開作を許可した。完成12年3月に着工し、8月に竣工し、羽生港が現在の姿となった。風間地港の港として栄え、大島発展の礎を築いた。その後、平六は、昭次郎と江戸地に渡航。 木材賞として活躍し、文化14年に61歳で没した。墓は、羽生港にある。昭和41年、その功績により大島町名誉町民の称号を送る。ありがとうございます。